湘南は海上自衛隊の海洋観測艦。建造費は約188億円。本艦は2000年代末の除籍が予定されていた二味の代替艦として建造された。設計面では先行する日南の改め型とされ、線形も同じ朝鮮主導型であるが、建造コストの低減が重視された結果として、あらゆる面で大幅な再検討が行われた。 この結果、船体設計は、商船構造とされている。外見上の最大の変化としては、艦首のバウシーブの廃止がある。これは、水中音響機器やケーブルの付設、保守を目的として、証で採用されて以後、二見型や日南でも踏襲されてきたものであるが、ケーブルエンジンやケーブル庫、艦首ガークレームなども合わせて廃止されたことで、かなりの構造、偽装の簡略化につながった。 バウシーブの廃止に伴って、環境高さの要求が緩和され、上部構造物は日南よりも一層、低い二層とされている。また、上部構造物後部両源には日南と同様に大型の原用タンクが設置されている。一方、完備看板は日南と同様に観測看板とされており、左舷チューブには中折式クレーンを、完備には A フレームクレーンを備えている。 出機関は日南と同様にディーゼルエレクトリック方式また館内サービス用発電機とも共用化した統合電気推進とされている。一方、推進機は360度旋回可能なポット式のアジマススラスターに変更されたが、これは海上自衛隊の艦船の主推進機としては初の採用であった。これとバウスラスターを合わせて優れたカニ保持能力を備えている。 一般海洋観測のため、磁気表層水温塩分計、海底設置型超音波多層流交流速計、水温記録装置、CTD 観測装置、軽流式磁気流交流速計などを装備している。また、海中音響観測のため、音響環境測定システム、栄光式音源装置、観測用測位装置などを装備している。海洋測量装置としては、 環境下方の鑑定に設置されたマルチビーム式速審議をはじめとして最低気筒を装備している。これらの観測データ及び採取標本の処理、分析のため、零散甲板レベルの環境工法に第1観測室を、また第1甲板後部に第2観測室を設けている。このうち第2観測室は海中、海底から採取したサンプルを扱う。 いわゆるウェット、ラボラトリーとされている。煙突両脇の先導甲板上に搭載艇用のダビットを備えており、左舷側に11メートル作業艇を、右舷側に複合型作業艇を搭載している。湘南は、中期防衛力整備計画に基づく平成19年度計画3200トン型海洋、観測艦5106号艦として、 三井造船玉の事業所で2008年12月16日に寄港され2009年6月29日に三井造船玉の事業所幹線工場5号仙台にて挙港された命名浸水式において防衛大臣政務官岸信により湘南と命名され浸水した同年12月2日公主会し2010年3月17日に収益し 海洋業務軍に直轄艦として編入された。低傾向は横須賀。2015年12月1日、海洋業務軍が海洋業務対戦支援軍に改編され、同軍令下に新編された第一海洋観測隊に編入された。低傾向は変わらず。2016年4月23日午前3時ごろ、中の上島南南西 65km と,と、与那国島。 南南東7 4トルを太平洋から東、シナ海に向け北に航行する中国海軍の港を守る、新潟、フリゲート、河工、レンクモ港、福井毛型補給艦、航遊港、発見、監視した。その後午前7時30分ごろに、与那国島東北北島4 5トルで接続水域外に出た。ありがとうございます。